こんにちは。アマゾン出サポーター、堀秀夫です。アマゾン輸出マニュアル。オーストラリアアマゾン輸出マニュアル。この受付ページです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら、オーストラリアアマゾン輸出が稼ぎやすい。アマゾンが株式時価総額世界一位になりました。アマゾンの販売力と集客力は、 他のネット販売サービスと比べて突出して優れています。Amazon を使って販売する方法を覚えれば、初心者でも6ヶ月で月30万円稼ぐスキルが身につきます。テンバーアカデミーでは、初心者でも確実にオーストラリアアマゾン輸出を始められるマニュアルのモニターを特別価格で募集しています。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。 これからの日本人を待ち受ける三つの問題。人口減少。日本では稼ぎにくくなる。年金問題。制度見直しに着手。年金は老後の暮らしを支える制度ではなくなる。インフレ。貯金や個人年金の価値が激減する。NHK の朝市でも40代と50代がピンチということでね、特集を組んでました。 平均以上の収入を得ていても、想定外の出費によって家計のピンチに落ちることが少なくないと。だから平均以上の収入って低すぎるためにいろんな問題が起こってるわけです。出費の一番、子供の学費と。まあ、頑張って働いてもね、子供を学校に向かせられないというのがね、今の日本の現状です。これからの日本人には自力で稼ぐスキルが必須です。 日本人が簡単に身につけられるのは輸出ビジネスで稼ぐスキル。この申し込みページを読んでいるあなたに朗報です。初めてすぐに簡単に稼げて、しかも本業並みに稼げる副業があります。オーストラリアアマゾンを使った輸出ビジネスです。日本人の生活の苦しさは低所得のため。しかし低所得は輸出ビジネスをやる人には追い風。なぜなら 低所得のおかげで輸出する商品を安く買うことが可能になるからです。オーストラリアの購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシングデー明けのバーゲンの売り上げ。これが1日2000億円です。日本一大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが1日で上がってしまうと。まあ、そんなオーストラリアアアマゾン。 私がオーストラリアアマゾンへを作ったわけ。間違えたノウハウやツールを普及させて、日本人セラーの評判を落とすのを避けたい。これはね、アメリカアマゾンで起こったことです。大量出品すれば売れて儲かるとかね、このツールを使えば儲かりますというのでね、提供者がガンガン提供しまして、まあ、真に受けた利用者はね、儲からないし、アマゾンから退場させられて、アマゾンは 日本人はわけのわからんことをするというのでね、もう一気にアメリカ・アマゾンの日本人に対する対応が冷え込みました。まあ、オーストラリアではそんなね、ことが起こらないように、まあ、正しいオーストラリア・アマゾンのノウハウを提供して、間違えたノウハウやツールをね、えー、普及させるような隙を与えたくないということで、今回、えー、気軽に始められるプラン、マニュアルプランをご用意しました。普通の人が正しい稼ぎ方を理解して実践できるマニュアル、 私は再現性の高いノウハウを教えることに真剣です。初心者が使いやすいマニュアル、稼ぐために必要な内容を分かりやすく解説する使いやすいマニュアルです。初心者がパソコンを使って稼ぐなら Amazon 輸出が一押しです。安く買った商品を高く売って儲けるという物販ビジネスはシンプルで結果が出るのが早いです。中でもおすすめはオーストラリア Amazon を使った輸出ビジネスです。 物価が安い国、日本から物価が高い国、オーストラリアに輸出するビジネスは簡単です。日本は物価が安く、オーストラリアは物価が高い。ほとんどの日本人は意外に思いますが、今の日本の物価は安いです。一方、オーストラリアの物価は高いです。所得も今の日本人の所得は安いです。一方、オーストラリア人の所得は高いです。 日本人の年収分布で一番多いのは年収200万円以下です。オーストラリアの平均所得は約712万円。しかも普通は共働きなので平均世帯年収は1424万円です。これだけ高所得で貯蓄はほぼゼロと。使うのが大好き。これがオーストラリアの標準、デフォルトです。オーストラリア人はスイスを抜いて世界一の金持ちになりました。 そんなオーストラリア、少し前のヤフーチェーブクの質問ですけど、オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんでしょうと。ね、オーストラリア人はなんでこんなにも裕福なんですかまだ6ヶ月しかこちらにいませんが、ほとんどの家にキャラバンがあります。これね、キャンピングカーのことですね。その他にも自転車が何台もあったり、楽器がたくさんあったり、プールがあったり、グルージングを持っていたり、クルーザーまたはヨットのことですね。 そのお金はどこから出てくるんだって疑問に思っちゃいました。ちなみに私がよくお邪魔する家は教員がいるファミリーなので、ただ単に教職の給料は高いってことでしょうか。したら、オーストラリアでの教職の給料ってなんぼですかオーストラリアに詳しい方教えてください。お答えしますと、平均は先ほど言ったようにね、712万円。まとも働きで1124万円。 物価の高いオーストラリアではね、そんな高所得じゃないんですけど、何しろ不動産と株がガンガン値上がりしてますんでね、まあ、省内に対する心配もないと。ね、昔買っといた家が値上がりしちゃって何倍でもなってる。だからガンガンお金を使って、キャンピングカーでね、キャンプ行ったり、ね、クルーザー買ったり、ヨット買ったり、ね、ワインガンガン飲んだり、まあ、楽しく暮らしてます。 オーストラリア人は日本人には理解できないぐらい所得が高くて家電使いが荒いです。そんなオーストラリアに売れば儲かる商品は日本にはいくらでもあります。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープが13倍。紙粘土が5倍。または10倍。 3倍と。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。また、おもちゃのベイブレード。こちらも高く売れてます。1328円で仕入れて、3776円で売れてると。それから、オーストラリア市場で日本製品を販売するのがどれだけ魅力的かは、オーストラリア eBay での制約状況をチェックしても予測がつきます。これね、まだ Amazon 始まって間もないんで、 え、実績というか歴史のある ebay の方がね、あのー、どんなのが高く売れてるっていうのは調べるのには適してます。ebay で調べた高く売れてる商品を Amazon で売るというのがね、まあ一番簡単なえ商品探しの方法ですね。まあ例えば、造印炊飯序31,689円で仕入れて59,507円で売れてる。また別な炊飯ー。 ね、15,230円で仕入れて、32,014円で売れてる。そして業務用のちょっと大きな炊飯庫だと、25,490円で仕入れて、51,986円で売れてる。これだけ高く炊飯庫も売れてます。それからヘアアイロン、2,469円で仕入れて、6,867円、2.8倍。ソニーのワイヤレスコントローラー、8,500円で仕入れて、15,122円。 コピック。8,849円で仕入れて14,817円。プラモデル、タミヤのミカサ。7,708円で仕入れて14,786円。またこのね、オートバイのパーツ、ドカティのパーツ。オートプラモデルのオートバイのパーツですね。1,600円で仕入れて9,069円。まあ、5.7倍ですね。 ま、こういう珍しい商品とかね、安い商品、あのー、5. 点何倍と言わず、10倍、20倍もゴロゴロあります。また、家庭用、えー、プラネタリウムのホームスター、8335円で仕入れて、14,181円で売れてます。それから、お菓子も儲かりそうです。ね、ジャガポックル、5,990円で仕入れて、11,790円で売れてる。大人気の日本のウイスキー、ジャパニーズモルト、ね、 4, 円円でで仕入れて万 2, 円で売れてて売るとこのように高く売れる日本商品はいくらでもあります。始まったばかりのオーストラリアアマゾンは今が絶好のチャンスです。オーストラリアのアマゾンはまだ始まったばかり、初心者はライバルのいない今のうちに始めるのがチャンスを逃がさないコツです。2月18日、プライムサービスが開始されました。日本やアメリカの感覚だと、 アマゾンといえばプライムサービスがあってこそのアマゾンです。そのプライムサービスがやっと提供開始されました。2018年9月からシドニー物流センターが稼働しました。これからどんどん稼ぎやすくなります。これね、えー、去年の12月にアメリカアマゾンで、えー、アメリカアマゾンの売り上げを送ってもらった、えー、画面キャプチャーです。 34,454ドル。ね。380万。22,157ドル。1万539ドルと。何千669ドル。6,828ドルというふうにね。もう、副業から始めてね。本業を超えて、まあ本業にしてるという人がね。えー、ちらほらいますけど、そういう人たちの売り上げです。まあ、これだけのね、売り上げが、一人で上げられると。ね。 で、大した作業ない。商品探して売れたものを繰り返し送るだけと。まあ、こんだけ稼ぎやすいのはもうアマゾン室以外ないです。まあ、ただ先ほどのね、アメリカアマゾン、今から初心者が参入して儲けるのは難しいです。初心者がこれから始めるなら、オーストラリアアマゾンがいいです。で、そのオーストラリアアマゾンのサポート内容、マニュアルの内容です。まずマニュアルは、えー、売り出すのに必要なね、アカウント登録、銀行口座開設 え、銀行講座って言ってもね、あの、オーストラリアの銀行口座を解説するサービスがありますんで、それを日本にいながら使えるサービスを使います。NG 商品。輸送 NG 商品、オーストラリア NG 商品、アマゾン NG 商品がありますんで、これらの商品をお伝えします。これらを避けて、えー、問題ない商品で、儲かる商品を見つけます。 でね、NG 商品、これね、今まで問題なかったのがいつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのがいつの間にか OK になる商品もあります。私の元にはこういった情報が集まりますので、変化があり次第会員の皆様にお知らせしてます。これもあって週3回という、えー、かなり高頻度でメルマガを配信してます。それから購入者からの問い合わせに対する対応と。これね、常識で判断して対応すると、 誤った対応することになっちゃいます。で、これ、今後も、このプランにね、マニュアルプランに、この翻訳サポ、サポートをつけるかどうかはちょっと未定ですけど、今回応募してくれた方には、この返事は全部コピーで OK という形のね、サポートをつけます。返事に対するサポートもつけます。英語ができなくても大丈夫。ね、もうあの逆に、変にね、翻訳使ったり、あの、 まあ、常識で判断した英語で返事しちゃうと間違えてますんで、むしろコピペで、これが来ましたと言ってね、対応こ、れこれを返事してくださいっていうのをそのままコピペしていく方が無難ですんで、その形で対応してください。それから、今回のマニュアルプラン申し込む方の中ではね、結構他やってるんで、私のこの上位のサポートじゃなくて、簡単なサポートが欲しいというリクエストにお答えして、今回マニュアルプラン作ってますんで、 他の日本アマゾンとの違いと注意点、アメリカアマゾンとの違いと注意点、イーベイトの違いと注意点、まあこういった内容も配信していきます。で、アマゾンのシステムは早いペースで進化します。マニュアルと違う画面が出てきたときはお気軽にご質問ください。で、そのマニュアルはね、この週3回、えー、サポートメルマガで配信します。それから、今回はね、あの、新たにこのマニュアル、 配信のためにページを立ち上げて、そこに、えー、マニュアルを配信と、メルマガ配信に合わせてアップしてきますけど、まあ、じゃあ入ってすぐは何も見るものないんかいと言うとね、えー、寂しいんで、えー、今までのこの上位プランであるね、えー、マニュアルサポートと言ってましたけど、ちょっとね、紛らわしいんで、えー、アマゾン室サポートというプランの、えー、マニュアルページをお送りします。ですから、 ペーパーの手続きは終わった後、えー、たくさんの項目が並んでる間にある、えー、見放題です。ただ、あの、ちょっとね、ドバッと来ると何から手つけたんだかわいいか,かんないという初心者の方は、むしろそれ見ずに、えー、サポートメールマガ配信4月のね、 えー、一匹から配信しますんで、そのサポートの配信を待ってもらった方が、えー、困難しなくていいのかなというんでね、それぞれ自分の状況に合わせて、えー、マニュアル一気に先にもう見ちゃうか、あるいは配信を待つか、ね、決めて、えー、自分のペースで使ってください。それから、 マニュアルの補足メールリクエスト。これが今までのね、サポートと一番の違いなんですけど、今までは何やるんですかっていうのにね、合わせて、じゃあこれやりましょうって私がその参考になる動画、あるいは記事を配信して、それに対する質問を受けてましたけど、今回のこのマニュアルプランはね、そうではなくて、メールマガで配信した内容について、わかりませんというのがあればね、質問してください。で、10名に配信して、 3名以上から質問が出る場合は、その質問への回答とマニュアルのアップデートをします。あの、理解、なかなか理解しにくいと、理解その苦手という人に合わせて、あの、マニュアルを作るとね、すごい分量になってくどくなっちゃうんで、むしろ使いにくいマニュアルになるんで、逆に、えー、まあ、自分はやっぱりね、あの、理解しにくいという方は、アップグレードして、サポート付きのマニュアルプランにしていただければいいかなという感じなんでね。 えー、10名中3名ねあの、質問が来るようだったら、えー、そのマニュアルは補足して、えー、作り直すか、えー、補足の動画あるいは記事を作ります。